使おうとしてるフィルターがバレてしまった。まこたん、こんばんは。ワクチン打って副反応出てきてだるいから寝ようかな。え、大丈夫？大丈夫？そっか、そうだよね。あの、自分の体を大事にしてください。最初来てくれてありがとね。よく寝てね。ブラスかわいい。かわいいでしょまんまひろゆきしよう。いやいや、ちょっとひろゆきさんで配信をするのは、あの、来た人がびっくりしてしまう可能性が高いです。まこちこんばんは。寝る前に見れたそういうフィルターあるんですかね , 笑ってしまう。ちゃんと初日に買ったよって、ありがとう。本当にありがとうございます。再販が、皆さんのおかげで、再販することができて、でまた次の再販ができないかっていうのをお願いしたみたんですけど、やっぱ生地の残りの、状況でできなかったんだけど、もう次の春物、もうめちゃくちゃ可愛いの作ろうと思って、なのでそれを楽しみにしていてもらえると嬉しいです。よろしくねショートパンツにも似合うんだね。そうなんだよね。私今こんな感じ、ショーパン合わせて履いてみてるけど、この組み合わせ可愛いよねってな感じ。デニムには合うし、スカートにも合うし、かなり着回しはしやすいんじゃないかなって思います。すげえありがとう。春物楽しみだ。そうだから、春物はなんだろうな、もっとユニセックスのラインのものを充実させたいなって思っております。まこち、涙袋あったっけ？これ書いた。すごいでしょ。書くとね、こんな感じになるんだよ。なんかさ、これフィルター変えたいんだけど、ノブさんとかひろゆきさんとかのやつしかないこれで春も頑張れるぞ。頑張ろう。春また可愛いお洋服出すからみんな待ってて。ブラウンのセットアップ買ったよ、ありがとう。そう、ということでね、今日までなんですよ、私のアパレルの、秋冬の商品が買えるのが。なのでどうしようかなって迷ってる方、ぜひ買ってください。もう今回しかないので、この先、今回作ったね、ちょっと今見えてる？あ、見えてないね。もうちょっとだけこうやると見える？あ、見えてきた見えてきた。この今回作った、ジャケットのセットアップ、ブラウス、ワンピース、スウェットは今しかないので、まだサイトに行ったら残ってるものが出てくると思うので、見てみてください。であと今日の動画で YouTube 出したんですけど、男性の方に参考になるように男の子のモデルに服を着てもらって、紹介してる動画も出てるので、見てみてください。ぜひね、みんないっぱいコメントありがとう。青チックめっちゃ可愛いね。可愛いよね。みなみがこっちを着てくれた瞬間に、やっぱなんか私が着るのとではさ、かなり印象が変わったというか、雰囲気がね全然変わるから、だから洋服ってやっぱ楽しいなって思いました。ん？お久しぶりです。ペンですよ。あ、ペンさんこんばんは。まこちがロングブーツと合わせるのを勧めていたから、ロングブーツ買いました。見たい、その写真見せて、絶対送って。そう、ロングブーツね、私も今履いてるやつ、ココディールで買ったんだけど、グレイルのロングブーツめちゃくちゃ可愛くて、家の壁おもろいね。コンクリートです。コンクリートの壁です。ね、なんかさ、このフィルターなんかちょっと大丈夫そう？どうなってんのこれ。ゲーム実況待ってます。ゲーム実況か、ゲーム実況頑張るよ。でもやりたいんだけど、最近全然ゲームできてない。
そうなんだよね。ほくろかわいい？ほくろかけました。薄くあるんだけど、その上からペンで足しました。ブレイルのロングブーツも気になったけどソールアウトしてた。嘘。じゃあ人気なんだね。あれかわいいよね。あのスクエアタイプになってるつま先が、あれめちゃくちゃかわいかった。って言ってさ、自分のアパレルをさ説明しないといけないのにさ、他のブランドの商品私紹介しがち。でもいいものはやっぱいいって言いたいから。はい、なのでこのブラウスはとてもいいです。多分ブラウスとジャケットがまだ残ってたと思います。なので本当に今しかないので、うん、何回も言うけど今しかないの。そうなの。次の販売は春になります。秋冬の次、春になります。なので次回のブルームナイトに会えるのは来年になるかと思います。覚えてくれてる？福島済みのペンです。覚えてるよ、覚えてるよ。ショーパンみたい、これかわいいよ。ここにボタンがついております。胸元のフリルが素敵、これいいよね。ブラウンの、ピンクベージュのタイプと、今は着てないけどこっちの白黒もありますよ。なのでこれもどちらも着回しがしやすい商品なのかなって思います。もうね、このなんかさ、わかるかな、道具越しで伝わってるこの光沢感。あとすごいね、気持ちいいんですよね、これ着てると。これ本当に可愛いんだよ。ありがとう、後ろも見たい。やだ。いや、で、あとはで、私がね、もうここ1週間ぐらいめちゃくちゃヘビロテしてるジャケット、これもうほぼ毎日着てるかも。これをね、あ、私も大きいの着てるかも。これメンズサイズもあります。女の子でもちょっとオーバーサイズ気味に着るとこんな感じ。でも私はどちらかというとぴったりめで着るのが好きです。オーバーサイズの日によっては可愛い。ね、本当に今日のさ23時59分で終わっちゃうんだよ。終わっちゃうよ。みんななんか寂しいね。ちょっと切ない気持ちになってるんだけど私今。でも私のあのコンセプトがね、その満月の日に不定期で販売をするというコンセプトでやっております。ブルームナイトです。